まるっと、きりまるです。皆さんこんにちは、きりまるでございます。今日は、ユニクロと GU のコーデを合わせた、プチプラコーデをご紹介していきたいと思います。ということでね、早速私が普段着ないような服を今着ているんですけれども、私ね、本当に夏服を全然持ってなくてですね、やべえと思ってユニクロでいろいろ注文をしてみました。でもね、9割くらいトップスを頼んじゃってて、コーデ組めんやんって思ったので、私がもともと持ってる GU の服を組み合わせて今日はコーデを組んでいきたいと思います。本当にね、ユニクロとプチプラ、違う。本当にね、ユニクロと GU という最強のお服屋さんのコーデなので、間違いはないと思います。しかもめっちゃ安いので最後まで見ていただけると嬉しいです。しかも今ダイエットしてて、夏痩せた時のことを考えて、ちょっと細身のね、Tシャツとかいっぱい買ったんですよ。まだ今腕が太いんですけど、多分ね、夏にはほっそり着れていると思うので今日はご了承ください。今日は温かい目で見ていただけると嬉しいです。ということで早速いくつかコーデを紹介していきたいと思います。ということでよーすいません、よーいどん。はい、ということで1コーデ目はこんな感じでございます。このトップスがユニクロなんですけど、ここを外してこうやってリボンにしてね使う、これなんだ、ブラウスかなになります。すごく柔らかくて形が可愛いので、なんだろうな、多分ねカジュアルにも着れるし、こんな感じでちょっと落ち着いた、多分ねこんなねカジュアルにも使えるし、こうやって大人っぽい雰囲気の服としても使えると思います。それで下のスカートは GU です。こちらはね、この前紹介した GU の春服コーデの時に紹介したスカートです。これとこれ合わせてちょっとこう、待って、カメラがマジでわからん。どういう感じで写っているかよくわかんないんですけど、こんな感じで伝わっていますかね。ということで、ちょっとね、私からすると大人っぽすぎるので、ここにスニーカーとか合わせたり、髪の毛をさ、今結んでるんですけど、髪の毛をこうやってさ、下ろして、なんだろうな、ちょっと内巻きにさ、巻いたりしたら、内巻きに巻いたりとか、ちょっとさ、バンダナをつけたりとかすると、もうちょっとカジュアルに着れるかなと思います。では、次。ということで続きましてこちらのコーデになります。という感じで、あ、腕がマジで太い、やばいんですけど、はい、という感じで2コーデ目はこんな感じでございました。このね、ユニクロの T シャツがすごく安くて形がめっちゃ可愛いの。伸ばしたらこんな感じなんですけど、このさ、首元がキュッてなってるのと、この肩幅が結構狭めに作られてるから、私みたいな肩幅がマジででかい女も、なんかもう無理やりここ肩幅作られてるから、本当は肩もっとここら辺まであるんですけど、めっちゃ華奢に見えるっていうのが特徴です。腕太いのは仕方ないんですけど、肩幅くらい詐欺させてやってことで。で、スカートがこちらも前のね、 GU の春服コーデの時に紹介したスカートです。私はいつもコーデを組む時、やっぱこのトップスと下の色のね、色味をなるべく統一させるようにしています。これってさ、結局淡い色だから、淡い色に真っ白っていうのはあんまり合わないから、こんな感じのちょっとアイボリー系の色を合わせると結構合います。それにこれは GU じゃないんですけど、こういうカゴバッグとか合わせると、これは夏でもいけるし春でもいけるし、すごく可愛いなと思います。ということで次、ということで3コーデ目はこんな感じになります。髪を切ってね、ちょっと大人っぽくなったので、普段しないような格好をしてみました。このユニクロのパンツがめっちゃ可愛くてすっごいお気に入りなんですけど、これが何やったかな、足が長く見えるパンツみたいな感じで、ハイウエストになってて、もう私ここのケツと腰がもうマジでバカでかいので、あんまりこのね、ズボン多分似合ってないんだけど、形が本当に好きで、で結構さ、ウェアで履いてる人が多くて可愛すぎて買いました。待ってね、ちょっと待ってね、見えてるかな、パンツがなんかこういうちょっとさ、ゆるい感じ、足短、私の体型やったら全然参考にならないと思うんですけど、本当に可愛いです。形が154センチしかない私の低身長で履ける丈の長さって言ったら XL、XS でした。で、このサイズがオンラインストアしかないんですよ。 S からは店舗にもあるんだけど、 S が本当に大きくて、 S はちょっともう丈引きずるくらい長かったので XS にしました。そしてこのトップスがめっちゃ可愛くて、この肩幅がでかい私でも、なんやろ、この肩幅がでかい私でも、ここが平がて見えるのと、こうね、ここがシャープになってるから、なんかこうさ、スタイルがよく見えるっていうか、綺麗に服が見えます。私さ、3種類くらい買ったんですよ。こういう色もあるし、こういう色もあるし、
で、ピンクも買いました。なので今年はシンプルかついろんな服を着てみたいなって思ってて、やっぱさ、夏のコーデって結局さ、重ね着とか厚着とかできないじゃないですか。だからやっぱ色物を取り入れたりとか、シンプルだけど形が綺麗とかいう服を着ることが増えてくると思うんですね。自分が気に入ったトップスのね、色違いを買うのはいいなと思います。しかも安いからさ。てな感じで3コーデ目でした。最後4コーデ目を紹介していきたいと思います。ということで4コーデ目、あ、疲れた。普段こんな飛ばんから。はい、ということで最後のコーデはこんな感じでございます。結構シンプルめにポイッと仕上げてみました。やばい、黒の T シャツ着たの本当何年ぶりっていうくらい全然普段着ないんですけど、こんな感じですごく綺麗めなコーデにしてみました。そして私黒が本当に似合わないんですけど、黒に挑戦してみたいと思った方はこんな感じでね、色を取り入れてあげるとすごくシンプルなんですけど、ちゃんとおしゃれをしている感がなんとなく出ると思います。この T シャツも先ほど紹介した T シャツの色違いになります。マジでも腕がバカくて、そういう感じで私普段全くね、黒い服とか着ないんですけど、たまにさ、雰囲気を変えたい時ってあるじゃないですか。そういう時にやっぱ黒ってすごく印象が変わると思うんですね。だけどやっぱり女の子っぽさっていうのは抜きたくないので、なのでこのような黄色のスカートを取り入れてあげると、ちょっと見ていただきたいんですけど、この黄色のスカートがすっごく着痩せして見えます。こんな感じで、ちょっとこれが私154cmで S サイズでね、このプリーツがすっごい綺麗で、私骨盤が本当にでかいから、プリーツスカートって結構こうさ広がって見えるから、骨盤のせいでめちゃくちゃプリーツスカートが広がるんですよ。でかくなるんですよね。だけどこのユニクロのプリーツスカートはこのまま直線でスーンって下がってくれるからね、すごく着痩せします。で、ここもう私骨盤マジでケツでかい。さらっと着ることができるのでおすすめです。そしてね、色の展開がたくさんありました。白とかブラウンもすごい可愛いなって思いました。あとミントカラーもあったかな。めっちゃ可愛いので皆さん見てみてください。これすっごいおすすめ。丈もちょうどいいから、なんかスカートの丈がさ、これくらいって結構苦手なんですけど、これはちょうどいい。シンプルでプチブラですごく参考にしやすいと思うので、このね、この夏に向けて可愛いね、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。はい、ということで皆さんどうでしたでしょうか。普段私がユニクロとか自由で服を買うときは結構 T シャツとかインナーを買うことが多くて、なかなか全身を買うことはないんですけど、今日はこの前買ったものともともと持っているものでコーデを組んでみました。結構ユニクロが中心になっちゃったからシンプルが多かったと思うんですけど、もうちょっと何かを足したいっていう時に、さっきも言ったんですけど、これから暑い夏が来るじゃないですか。重ね着ができないからやっぱりシンプルめの服になると思うんですね。なのでシンプルの服の中でも形が綺麗に見えるものとか、着合わせするものとか、シンプルだけどおしゃれっていうのを考えながら服を買うといいかなと思います。やっぱね、二十歳超えてくると服がどんどんシンプルになるんですね。で、今まではさ、ユニクロってシンプルすぎてなんかあんまりやなとか思いやったけど、やっぱりユニクロって神やなって相当なんか思うようになった。メイクも髪も服もさ、小学生とか学生の頃って派手なことばっかしたかったけど、やっぱ落ち着いてくるんですよね、不思議と。今年はいろんな服を着たいなっていうのを目標で、普段買わないようなものを買ってみました。で、私ウェアもしてるんですけど、ウェアが結構私の本当に自分の好きな服系を上げているので、今度はウェアのコーデを実際に動画で紹介していけたらいいなと思います。ということでね、とにかくあの上半身デブなのと、とにかくさ、マジ腕が短い、やばい、何これ、なんか見て、こんだけしかない腕が、え、なんでこんな短いやろ、なんか本当にスタイルが悪いんですけど、なんか痩せればいいって思ってたけど、多分もう骨格的に本当にスタイルが悪くて、で、骨盤がマジででかい。だからさ、あのスキニー系のズボンとか履きたいけど、本当何キロになったら履けるか、本当30キロ台くらいまで落とさんとさ、スキニー履けんではないんかっていうくらい骨太、骨盤がでけえので、引き続き頑張っていきたいと思います。ということで皆さん、今日も最後まで動画を見ていただいて本当にありがとうございました。私、インスタ、ツイッター、TikTok もやってますので、皆さんフォローよろしくお願いいたします。ということでね、最近ウェアも始めまして、ウェアにもちょこちょこコーデを載せているので、皆さん、よかったら参考にしてみてください。また次回の動画でお会いしましょう。みんなバイバーイ。体調にお気をつけください。さよなら、バイバーイ。